有価良式工芸館は、北海道旭川市の北海道伝統美術工芸村にある工芸館。北海道の染色工芸品、有価良式を展示。国際染色美術館、雪の美術館とともに、北海道伝統美術工芸村の一部として運営されている。1980年、染色候補を確立した木内綾により開館。同時に、 それまでカタカナ表記だった、ユーカ式から漢字表記へと変更した。漢字の命名は、宗方志向によるもの。約8万5千平方メートルの敷地面積、約5200平方メートルの建物面積を誇る。館内は、冬の雪をイメージした白土の壁、内部の木材も、各展示室ごとに、同一種の天然木で揃えられている。1階には、テーマ展示。 和の展示、洋の展示、インテリア展示、制作工程展示の5つに分けられ、2階には、研究センターなど、各種研究施設も併設されている。運営会社である、北海道伝統美術工芸村が、債務超過に陥り、2016年12月1日に、長期休館することとなる。破産に伴い、有価良識の生産が途絶えると危惧されたが、 休館後の2018年5月には、現職員が、旭川市内に、有価量職工房を設立し、元織子職員2名と共に生産を再開している。また2020年3月時点では、旭川市内の財団法人が、運営再開を前提に施設取得を検討していた。ものの、7月末には不動産取得税や、施設の改修費用などの条件が折り合わず断念し、 施設取得に関心を示す他の事業者もないことから施設存続に向けた動きは白紙化されたと報じられた。ありがとうございます。